古い曲なんですが、なんかアニメの、曲にも使われたというコンビが、どうやって演奏ですか？Thank you.
実はですね、今演奏しているこの4人っていうのは今日初めて合わせました、一番皆さんから見て右手にいるのは鈴木区生まれですか？世田谷区で生まれ鈴木区育ちですね、はい、川本真也くんです。ということで大人になりました。私が知ってる頃は確か小学校の1年か幼稚園かそのぐらいだったんですけども、すっかり大きくなりまして、今は建築関係の勉強してるそうです。そしてその隣におります斉藤空ギター、現在ギター勉強中です。専門学校の1年生18歳ということで、いろいろ修行中の身もあり、皆さんにこう聞いていただく機会が あったことをとてもよく嬉しく思っております。はい、そしてこちらベーシスト、オンベース斉藤文吾、はい、何歳かは秘密です。名古屋生まれ、そして鈴木区にはもう十数年ですね住んでおります。そして私、岩村明子です。よろしくお願いします。今日はこのような場所でゆるゆると演奏しておりますが、皆さんお楽しみいただきありがとうございます。ということで次の曲まだ決まってないですね。なるべく聞いたことのある曲がいいかなと思いまして、でも若者は知らないかもしれない。三拍子の曲は作ってますか？結構三拍子の曲は好きです。はい、陽気な感じの曲をやりたいと思います。